さあやってまいりました MLB ドリームカップ2021年翔平宇都宮選抜に選出されています。1回の表ツーアウトながらランナー満塁、そして0対4と負けている途中でピッチャー交代、センターを守っていた田村選手がピッチャーへ。さあこのピッチャー実は146キロ右腕ということで外野でずっとね隠しておりました。とんでもねボールを投げます。さあ一体どんなボールを投げるんでしょうか。さあ注目です、大注目。1球目はい、少し緩急をねつけた感じで高め行きました。そしてはい、こちらも軽く投げているんですがめちゃめちゃ速いです。はい、ワンストライクワンボール。はい、ここでねランナー満塁ですがクイックで投げました。こういうね間を使ったピッチングがすごい上手だなと思いました。あ、ゆっくり、はい、今回はゆっくりと足を上げて投げておりました。ナイスボール。さあお次のボールどうだ。はい、変化球ですね。そしてはい、こちら残念ながらフォアボールとなりまして1点上げてしまいました。これで0対5となります。しょうがないです。さあお次のバッターでねツーアウト、はい、まずストライク、ナイスボール、低めのいい球ですね、めちゃめちゃいい球。さあお次は、はい、まさかのね、はい、もう変則的な横投げで素晴らしいね、本当に。はい、次上から結構腕振りましたね。はい、こちらバッターも当ててファウル、そしてはい、ちょっと抜いたね変化球ですね。セカンドゴロアウトとなりまして、ようやくチェンジとなります。1回の表0対5でチェンジ。そして1回の裏宇都宮選抜の攻撃となります。さあ0対5をねどうひっくり返せるか見ものです。さあ1番の寺田選手、第9、まずは見逃して外のまっすぐ、ナイスボール。そしてはい、外のボールを転がしてサードファンブル、セーフとなりましてノートランナー1塁となります。さあお次のバッターユッキー、田村選手、はい、こちらピッチャーゴロと思いきやセカンドゴロで投げてセーフとなります。はい、オールセーフとなりましてノートランナー1、2塁となります。そして3番の村田選手、ノーアウトなんでね何でもできます。さあどうだ、おっとこれでワイルドピッチとなりまして、ちょうどねフォアボールということでランナー満塁。さあノーアウトランナー満塁、お次のバッター4番の翔平 TV、 初球から打ちたいところ、翔平 TV 初球から打つ方が打てるというねジンクスがあります。さあ気合い十分です、ちょっと自信ないかもしれないけど、さあ初球から打つか、初球から打った、打ったと思ったらサードボテボテ、やばいこれやばい、ホームゲッツホームゲッツホームゲッツと思いきや送球がそれてセーフ、その間にねセカンドランナーもホームインとなりまして2対5になります。さあこれね悲しいね、これ悲しいね、フルスイングしたらボテボテ。そして5番の金子さん、はい、こちらピッチャーゴロ、ランナー2、3塁ですが、これでアウトとなりまして、ワンアウトランナー2、3塁となります。さあ、ワンアウトランナー2、3塁、はい、それました、はい、ランナー生還となりまして、3対5となります。さあ、この後ランナー出塁して、ツーアウトランナー1、3塁、はい、ここでまた後ろに逸れて、ランナー翔平生還となります。その後1塁ランナーは3塁まで、そして2アウトランナー3塁となります。
バッター8番キャッチャー鎌倉くん、さあ打てるか。はい、こちら惜しくも三振となってしまいましてチェンジとなります。そして2回の表、引き続きピッチャーは田村選手。さあどんなピッチングを見せてくれるか。バッター3番、はい、こちらゆっくりね、ゆっくりしたフォームになってます。いい変化球、そしてはい、まっすぐ、ナイスボール、素晴らしい伸びが。さあワンワンとなります。はい、またねタイミングをずらすフォームで、これは素晴らしい。僕も結構やるんで、それにこの方時川クラブ出身、僕も時川出身なんで、時川クラブはこういうユニークな選手が多いんだなっていう感じです。まさかのここで、これはまさかのパカーンとバッター3番、これはまさか、これはファールかと思いきやしっかり入って特大のソロホームランとなります。これは素晴らしい。これ変化球を待って我慢してグイッと解放、待って解放、特大です。 120m は超えたんじゃないかっていう距離でした。ユッキーもショックを受けております。さあここでギアが入ります。ユッキーギアチェンジ。さあはい、インローのまっすぐ、はい、真ん中ストライク、ナイスボール。さあここでねピッチングのペースが速くなります。はい、こちらボールと2ストライク1ボール。さあここどうなるか。はい、真ん中ファウルボール。ここでね変化球が欲しいですね。まっすぐ惜しいですね、これも。はい、もうまっすぐで押しまくりです。はい、こちらビタンコビタンコビタンコ、これはアウトローですね。ナイスボール。もうテンションが上がりまくります、本当に。ナイスボール。はい、こちらうまく打たれましてレフト前ヒットとなります。はい、横投げ、こちらはピッチャーゴロ、ファースト、はい、アウト。さあ、ツーアウトですかね。はい、こちらライトフライか、アウトとなりましてチェンジとなります。4対6です。はい、今回はここまで、次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしく。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてペサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が結構多いと思うんだよね。で、しかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、OK、この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に動画から見ていただいて。そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人か分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします。パワー自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV
シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか？チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。